はい、スイカゲーム4回目スタートしました。1回2回目は全然スイカにほど遠く、3回目も途中で鼻をかむというブレイクタイムがありまして、そしてスイカにならず、4回目これでできなかったらもうだいぶやる気がなくなってきてますので、やめようかと思っております。そもそもスイカゲームは私の中では余暇というか、本当にどうでもいい時間を取るためのゲームでありますので、こんなところに時間を使ってなんかいられないんでございます。けどこう手を出してしまうっていうのはこのゲームの中毒性かなと。まあゲームを作った人は素晴らしいなと思っております。何が言いたいんだみたいな感じですけど、頭のリフレッシュにはもってこいのゲームでございますので、また鼻くずでしたな。しょうがないな、この時期。なんだっけ、英語でフィーバーだっけなんかそんな感じの、そんなこと言ってたような気がしたな。そうですよ、いや海外でも遊んでんのかな、そういう格言って。最初スイカゲームの最高ってあれなんだってね、スイカ作るとこじゃなくてスイカをダブルでやると画面がなんかオールクリアになってまたゼロからスタートみたいな、そういう流れになるそうで、ああ目標はじゃあ何、ダブルスイカでリセットみたいなやつが目標なのかな。おい、あ、気がついたら、パイナップル。よし。着々と、作っていくぞ。なんかやっぱり降ってくるね。あれが、非常にいい配列の時あるな。それで出来上がるとこうすっきりしてる時あるの。危ない。こうやってポーンって吹っ飛んだ時にこの上から飛び出ちゃうとゲームオーバーなんですよ。気をつけないと。上の方でこうポーンって飛ぶようなやり方しちゃうとあっという間にゲームオーバーになるんで、ちょっと気をつけないといけませんね。どうしたら、桃。もうちょっとでメロンになるか。でもね、これ、そうすると、あ、やばい、あ、やばい、あ、思ってたところ違うところに行っちゃった。ここポーンなんて飛ぶからさ、ちょっとポーンと飛び気味ですね。なんかあるのかな、技の名前。これあれでしょう、なんか今後対戦ゲームみたいなのが出るって任天堂さんが
この間なんかネットのニュースで発表してたけど、白熱するんかね。なんかちょっと考えてたんだけど、うわーやられたー、うわーここ来たかー。まああくまでも自分でこうやるからね。ちょこちょこ、違うな、どうしよう。このスペースもなんかレンタルスペース的な感じだからな、あんまり占領してると怒られそうだ。そろそろちゃんとあれかな、ちゃんとして、あ、何これ、止まってる。あ、パイナップル、あ、メロンメロンメロン、あ、ちょっと待って、メロンメロンにしようよ。おい、なったなった、よいしょ、あぶね、なんか、よし、次もう、もうちょっと時間かかる。曲もちょっと中毒性高い曲ですよね。でなんかそれこそ時間こう経っちゃうとまた最初に戻るみたいな感じの曲の流れで、綺麗なループじゃないんですよ、音の流れ。永久に続くかと思ったら途中で終わったりとかして。結構その辺は、あ、なんだ、なんかいいなと。何がいいんだ。あ、一応かよ。よいしょっと。あ、ここで、うい。パイナポー、パイナポーだ。どうするか。待って、下に落とさないようにしよう。あ、危ない、落ちてく。ほいほいほい。あ、じゃあ。いや、たまにね、この、ネクストに目がいっちゃって手前で持ってるやつなんだっけなってなるときあるんだけど、あれちょっとちゃんとね見れてないだろうな、画面が。ほい、あー、もう危ない危ない。ちょっと待って、そしたらここか。あ、いやー、落としたくないんですよ、このちっちゃいやつ。届かないもんだってね、下行った。あ、何もギシギシってなの、ギシギシ。あー、送り込まれた。あー、あ、何これ何これ何これ、勝手に動いてる勝手に動いてる。あー、また曲終わっちゃった。最初から曲流しますよ。ちょっと待って、うわ、入んね。
もうこれは危険です、やばい。ああ遠い。パイナップル遠いね。ちょっと待って、あーどこじゃない、なんてことをするんだ。ちょっと、いや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 違うんです、そうじゃないです、そうじゃないんです、なんかみんなうまくいかない、ちょっと押し上げるとかさ、動かないかな、ビュー、この辺に落とせばいい、ところで、うん、ちょっと結構厳しいかも。一応こっちだ。あ、入っていかない。で飛び出るのが怖い。はい、はいはいはい、ドキドキする、危ない、大丈夫、待て、わぶった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 できた、やったー、あととりあえず終わるまで続けてみます。ただスイカがダブルっていうのは多分未だかつてないですね。なんかちょっとそれでもスイカができてめっちゃテンション上がるかと思ったらそうでもなかった。よかった。できないでゲーム終わりかと思ったけど、なんか続いてるわ。なんとかね。これと動かしたいんだよ、スイカの上のやつ。おっぽー、あれみかん。桃ができなきゃダメなんだ。ちょっと。ああ、ちっこすぎるわ。落ちるな。あ？桃？できればこっちの、これで桃を作りたい。な、無理。ねえ、これ詰めていくし。ああ、端っこにしたいのね。転がって落ちてきてほしい。ダクナレディンゴを、ちょっと待って、っどうしようかな、やっぱ端っこにしたい。おー来たか、あーみかんここに来た、あみかんね、柿、あ待って待って待って、これまずいな、危ない、飛び出る、え、えい、うん、
いかんですよ、これ。いかんですよ。最大のピンチです。再び。あ、やばいね、これ。やばいよ。ここ。あ、違う。違う。やばいこれ。そうなんだけど、だからさ、もういけ、もういけ、いけいけ、いかなかった。これぎっちりで動かないんだけど、やべ、もうそろそろ飛び出すってやつじゃない？あーあー危ない。いや、あーもうなんか、あ、これダメだ、終わりだこれで。あーはい、ありがとうございます。4回目にしてやっと